はい、では引き続きやっていきましょうかい。イエーイ。さあ、意味のわからない戦闘から、まあ、あれはちょっと腑に落ちない終わり方をしたなとりあえずブリスコが喜んで騙してる。うん。さあ、次は何だろうな。取材記録8月24日 AM 11時58分、ね、さっきドクターコーナーが言ってたこと、移動中の車内にて記録。なんだい、ダカグループと軍の関係よ。アドニスが本局から取材に出たまま消息不明。ありそうな話だよ。そうね、おそらくフォレストビルへ向かったと思われる。アドニス言うたらなんか連絡来てた人やな。全部軍とダカグループのスプーンなことだな。ドクターコーナーの話ではすぎて、どうしてよりによって今回の事件は軍が関係しているという。セーフ。これは使命なんだ。アドニスは事件の真相に迫っているのかもしれない。ジャーナリストに課せられた使命だろ。俺たちはだとすれば、軍とのつながりが強いザカ TV 本局は我々にとって最も危険な存在となる。私たちの真実なんて見えてないわ。冷静に考えるのよ。アドニスの行動は全て本局に把握されている。もっと身近に黒幕がいるような気がするわ。ただでさえモンスターが潜んでいるかもしれない。その上、人為的な事件に巻き込まれる可能性も高い。リスコ、うわぁ。軍より先にグラントパーク駅へ向かい、取材を行うことで我々も大きな資格を得られるかもしれない。鉄道は業務の発生で全線ストップしたはずだ。終点のグラントパーク駅に行けば、同僚であり我々と同じ目的を持つアドニスが今どういう状況に直面しているのか、嫌な予感を拭えない。どうする？右へ行けばフォレストビル、アドニスがいるかもしれん。左へ行けばグラントパーク駅、ワクチンを見つけることができるかもしれん。アドニスが心配だわ。フォレストビルに行きましょう。ダメ。フォレストビルだな。わかった。もうすぐフォレストビルだ。真実を追うことにした。アドニス、無事でいてくれ。果たしてどうなのか。さあ。無事ならええねんけど。まあ。ご覧ください。フォレストビル内部です。モンスターの襲撃を免れたのでしょうか。とても整然としています。やっべー、すみません、席がね止まらない。上に行ってみましょう。はあ、あら、エレベーター動いててよかったね。顔入って入って顔顔あれ、ブリスコがおるやろ。あれ、はぁ、びっくりした。え、何、ちょっとね、気のせいかしら。なんかおったな。気のせいかな。ブリスコいきなり出てくんなよ、マジ。うん、うんって出てくるから。びっくりするよ。おぉ、そんなんやってる時間ないで。もっともっと、あと一発。あー、撃つの遅すぎ。大丈夫？大丈夫って言いながらちょっとケツ見るっていうな、これ。うん。なんてやつ、ゲスの極まり。ちょっとゲス極まりない。邪魔よ、ブリスコ。こちらにドアがありますね。入ってみます。入ろう。お。ロッカーの立て付けが悪いようです。開かないときは下の方に力を加えるといいです。へえ。ほう。下の方に力をね。開きそうもない。みたいな。ああ、こういうことか。お、お、なんだ？モップ？お、お、何か落ちてきたよ。
広いよ、それぐらい。もう広いよなあ。鍵ね、どこの鍵かしら。もう何もかも反応が遅い。え、待って、赤、ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ、あっぶね。おお、びっくりするわ。おお、くっつかないでって何のこっちゃ。何のあれ、あれじゃん、ちょっと蒸しちゃう。ああ、さっきのモンスター、これカットすればなんともないからね。他に何か、何飲みたい。いやー、なんか、あ、いや、飲みたいもん、そば茶かな。そば茶ねえよいやでもさ、たまにファミマとかに売ってるよ。ああ、そうなん。うん、安物のそば茶やけど。そうかそうか、美味しいけど。何の音や。え、あ、ほんまや、怪奇現象。確かに怪奇現象。マジ怪奇現象ブリスコが兄に迫っている。ドア開けるのはレポーターに任せよ。おいおい、何してんだよ。どっちを開けた方がええの。さあ、てか、なんでこっち来い。何をしてんの。ん、ん、あ、もうまさか出る感じ。あ、出る感じや。うわぁさっき開けてしまった、開かなかったか。あらあら、まあ残念。じゃあ残念、心配やな、こいつ。いつモンスターが来るかわからんしな。え、ネズミや。ネズコどこや。びっくりした。こちらにドアがある開きました。しゃ、来た。いろいろ調べれるぞ。特にでも調べられるもんが。あ、あ、なんか落ちてるぞ。鍵か。見たやな。あ、でも調べられへん。これ調べてからってこと？さあ。調べていいっすか。あ、あ、できた。見て、何かあるわ。何かしら。小さくてよくわからない。こっち来いよ。お、お、お。いい感じよ。これは、これはズームアップするやつじゃないか。お、そうか。鍵だわ。なぜそっちから出る。何するのよ。え、え、何もしてへんよな。いや、ちょっと撮ってるけどこの顔大丈夫。そしてこの顔で、なんか、なんかぼーっとしてますが。もう顔死んでるって。気合入れたろ。何するんだちょっとブリスコがちょっと、こちらにドアがある。ちょっとしんどくなってきちゃった。なあ。開きました。トイレ。ロッカー。お。トイレかロッカー分からんかった。え？え？なんかあるん？なんか喋ったかんかったかな。うわ。アドニス。あ、生きてる。来るな。こんなところに隠れてる。俺に近づくな。何言ってるんだ。どうしたロッカーに隠れて。あ、絶対絶対あれやぞ。はぁ、まずい。あ、アドニスー。ってことは戦わなあかんの。うわぁ、だるお。最悪、見つけなかったよかった。うわぁ、撃てんのかい。お前パメラと違って全然やな。
トルは効かない、逃げるぞ。お？お？お？え？終わりかい。マジかよ。というわけで終わりましたので、そうですね、一旦切りましょうか。ハドニス、ハドニス一旦切りたいと思います。てかパメラとの違いな、ほんまな、やめろパメラを撃つなみたいな言うてたんに、アドニスになったら撃て撃てっていう、まさかの。はい、どうやっていきましょう。さあアドニスが終わりまして、死んじゃいました、死んじゃいましたっていうか、なんか完成してたみたいなね。ていうかさ、登場してすぐにあの感染しててもうバケモンになるって、すごい、ね、最速やで。しかも逃げるしかないって言って、まあ、なめっちゃ早いよな。え、しかも逃げたことになってるぞこれ絶対。8月24日 PM 12時37分腕のいい音声マンだったんだ。移動中の車内にて記録、もう移動してるね、移動してるわ。非常に危険な状況下で無理な取材を続けてきたが、何もしてやれなくて嫌な予感が的中した。なんだか虚しい気分だな。ブリスコは駅に向けて車を飛ばしている。ほう、見ろ、ザカ TV のサンプス。走行中同局の中継車を発見、確認しよう。もうそっちの方が嫌なんや。中継車にはスタッフの姿もなく放置されているようだ。これ今度から読んでみる。我がザカ TV の同僚が搭乗していたものと思われる中継車を発見いたしました。いや、なんとなくやけど、生存者がいないかどうか確認をしたいと思います。運転席には誰も見当たりません。以上2名とともにレポートと後ろには誰かいるでしょうか。探索を開始、確認したいと思います。捜索か。もう見えてないんだ字が。残念ながら生存者はいないみたい。いやそうか、よし、駅に向かおう。え、早く逃げろよ。今の聞こえたか。いや、早く逃げよう。早く、早く、早く乗ろうぜ。化け物かもしれない。動けねえ。早くここから離れよう。急ぐぞ。おう、はい、終わり。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 早いな、おい。いい感じに早かった。まあ、何もせんかったはいいけどね。うん。まあ、何もないならいいよ、それで。うん。取材記録、どうぞ。いい。8月24日、PM12 時58分。わからないことがまだたくさんあるな。グランドパーク駅に移動中の車内にて、ブリスコが仮説を立てた。空気感染、感染源が霧だとしたら空気感染もあり、感染してる可能性が十分あるってことに。ひょっとしたら我々もすでに感染しているのかもしれない。発病するまでの潜伏期間がどれくらいあるのかもわからない。駅構内に薬品があるとの情報だけを頼り、我々はグランドパーク駅に向けて車を走らせる。仕事としての取材をも引き続け行いながら、ワクチン入手ボンチャーガンチャラ言い表せないような焦燥感が我々を襲い始める。そうですよね、焦るよねこういうの。まあね、こんばんは、来た駅アンアンダーフね。ついに最終章からバイオテクノロジー研究者のドクターコーナーと接触。さあ、どんなことが起きるやろ。現在近くで発生している悲劇の原因が、軍とザカグループによって開発された新型バイオ兵器であるとの証言を得ました。そしてウイルスに感染してしまった人々を救うことのできるワクチンがここ、仕事してる、グランドパーク駅のどこかにあるということです。いや、前からしてたけど、わかるのでしょうか。何かあるかな。こちらが改札です。通常ですと多くの利用者が行き交うこの場所ですが、今現在は全くの無人となっております。はいはいはい。ところどころに書類のようなものが散乱しており、うん、人のいた名残を伺わせています。ああ、もうちょっと早く取ればよかったな。そうやな。いや、次取れるよ。
ほほ。うわぁ。見れたね。いい感じ。黒。邪魔。ホームには列車が停車しているようです。行ってみましょう。お、走った走った。お？うわぁ。何かの資料ファイルのようだ。抗ガニア細胞の培養に関して、抗ガニア細胞の培養は、常温での、うん、しかし培養、に際して、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化マグネシウム、以下の成分を含んだ培養液で抗ガニア細胞を培養することができる。ほう。ああ、増やすってこと？ワクチンを。そういうことですね。ってことは覚えとけってやつなのかな。まさかのゴミに混じって何かのメモが。とりあえず塩化メモメモ言うな。おうん、そんなに上がらそんなに上がらなかった。うんぐらいしかない。うわあ、なんかおったな。絶対おった。ご覧ください、この車両は文字を輸送するためのものだったんでしょうか。檻のようになっています。しかし中には何もない。びっくりした、前のマイクか。檻は一部破壊されています。何かおったってことかな。お、何かの使用ファイルのようだ。ガニアウイルスの動物実験で得られた研究調査調書。ガニアウイルスを実験個体に投与し発症までのなんとか第一段階。特に外的な、変化は見られない。ただ行動がなんていうんだろう、分からん。口からヒビのような肉へ上え体内で成長したウイルスなのだろうか。第3段階、実験体の体格が大きく変化し始めた。体型が変化するにつれて攻撃性を増しているようだ。周囲の音にも敏感に反応するようになった。あら、紛失しちゃった。しゃべたろう。ゴミの中に新聞が紛れていた。エロテロリスト、今なら潜伏先判明せず。何それ、エロテロリストってなくね。もうなんもないかな。なんもないか。向こうも何も特にないな。エロテロリストね、エロテロリストね。あ、ゴミ箱がひっくり返っている。特に何もない。嘘やん、何が上がるというの。ひっくり返ったゴミ箱を見て、あれ倒れてんな。誰か向こう側にいからな。てか、あ、もう行っちゃった。え、まさか行った。後ろ振り向いたら明るくない。行ってるな。やべえ、これはまずいぞ。忘れてた。なんてちょっと待ってよ、アンさん。向こう側じゃね？こっちやんな。うん。向こうから行けるんかな？いや、こっち行ったらあかんねえな。あ、これや。おう。ややこしい。ほんまに。確かここら辺に、あれ、あ、おった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 。おお、あ、スタンバってる、さすがプロ。めっちゃスタンバる。ほい、死体だ。ドクターオコーナーの部下だろうか。あ、落ちてるぞ。何かの資料ファイルのようだ。重要用、あ、最重要機密と書いてある。ガニアウイルスのワクチン培養に関して、以下 C 細胞はガニアウイルスに対して強い。おうおう、ほうほう。使用に関して、ほう、おう。拳銃なのに関して、あ、スキップしよう。あれ、あ、ちょっと走っていっちゃった。ちょっともう、ちょっと
もうちょっとおとなしくできひんのかいね。早い早い。めっちゃ早い。めっちゃ早い。ちょっとだけこっち見てから行こうかな。これでアン死んじゃったら終わりやな。せやな。まあ、その時はその時さ。何に対して反応してんねん。お前ちゃ。え？え？わからん。間違えた。アンどこ行ってん。こっち、ちょっと待ってよ。こっち。なんもないんかな。そっちじゃなく、後ろ向こうか。向こう。まだ行ってんとしたら向こう。いやな、どうやろかな。どこに何があるかわからんから。まあね。あ、これ行かれ。あ、これさっき見たやつやな。ん？ここは封鎖されていて通れない。え、じゃあ、上か、こっちか、やっぱり。下？ちょっと待って。そっちじゃなくない？これさっき言ったもんな。うん、じゃあこっちやな。矢印の方向に曲がんのかな？あ、そうやな。これが確かレポーターのあれか。1か。ん？あれ？いない。もう奥に、奥にをじゃない、奥の方におるとか。特に変わった様子はない。ゴミだらけだ。遠いな。なんか見える？赤いな。またあった。まだった。どんだけゴミ箱あんねん。ゴミを漁っている場合でもない気がする。あ、ついに気づき始めた。きちんと分別されていないようだ。え？どこがサス先生？あ、なんかおるわ。あれちゃう？あれや。あ、うん、早いわ、お前。あ、またなんか。ご覧ください。ここに研究員らしき女性の死体があります。逃げ出した猛獣に襲われたのでしょうか。研究員。何か持っているようです。調べてくれ。顔。薬品のボトルのようです。破損していて、中身は空になっています。何が入っていたんだ。これ、やな。うん。抗ガニア細胞の効果に関して、抗ガニア細胞は人体のガニアウイルスに対して抗体を作る。ガニアウイルス感染してしまった個体は、最終的に死に至る。禁忌事項。抗死細胞は血中アルコール濃度が上がることによりその動きが著しく低下するため、ほうほうほう。アルコールは低下させるか。塩化ナトリウム。あ、言うてくれてる。塩化カリウム、塩化マグネシウム。なんか赤いな。なんかな。あれなんか意味あるんかな。あれあれやろ。電車の信号やろ。ああ。なに？マジかよ。ええ。きっとコンビニでも揃うわ。そうか。え？確か近くにコンビニがあったはずだ。コンビニで揃うみたいやな。え、塩化カリウムとか絶対ないって。おおおおお、なんかまた出てきたよ。はいはいはい。正面からまともに戦っても勝てる相手じゃない。お前正面おるぞ。何が鳴ってんの。これは何も意味ないと。正面からって言われてもな。これ電車来る音かな。うん。おお、なんかプチ撃ちまくってくる。
危ないぞお前。ふふ、辛かった。なんかなんかあれじゃん、さっきの人調べると。あ、なんかある。ええ、なんか色ついてるから変やな思ったら、そういうことか。そういうことか。おい、え、来てる今、人おる。何か聞こえなかったか。おい、え、絶対絶滅だし。あれじゃん、電車、誰かが呼んでる。おい、ヘルプ。あんたたちどっかのテレビ局か。ちょっと助けてくれないかな。足を怪我してホームに上がれないんだ。ヘルプしようか。おい、あんた何撮ってんだよ。俺までも見せ物にする気か。もうやめとこ。こいつはちょっと救っとこ。なんか怖いし。なんか怖いし。うん、なんか怒られそうやったし。ちょっとやばかった。ありがとうよ。おかげで助かったよ。なんか俺をしなくちゃな。多分電車に引かれるとこやったんやろうな。身分証なくしまった。まあいいか。これ部屋落ちてる思うわ。多分。とにかくありがとうよ、テレビ屋さん。まあどうってことないさ。人として当然のことをしたまでだよ。ところでこれからどうするつもりだ。なんなら俺たちと一緒に行かないか。そんな体じゃこの町は危険すぎる。それに空港に行けば軍が助けに来てくれることになってる。いや俺はいいよ。なんか近くに落ちてたりして。人こんなところで。こんなところで。ああ、だから一緒には行けないよ。友人を見捨てるわけにはいかないだろう。まあそうだな。じゃあ俺たちは行くとするよ。もし生きてシカゴを出られたら、ぜひ俺たちの局に連絡してくれ。取材がしたい。よろしくね。いいだろう。誰やこいつ。誰やねん。多分なあ、なんか落としてるってことはある思うねんな、どっかに。定番的な。定番的な。お、これちゃう？お、お、そっか、待たなあかん。弾頭に薬品を詰めることができる特殊な弾丸だな。君のピストルにも装填できるはずだ。関係なかった。これで化け物を撃てばいいのね。あ、でもこれで、あ、進みそうやな。薬があればの話だが。行きましょう。あー、あ、まだ行ける？え？え、いや、なんか話が進んだらさ、結局身分分からへんやん。ああ。どっかに落としたってことは、多分ここらへんや思うけど。え、でもあっちから出てきたってことは、あっちの方じゃない？ああ、あっち？じゃあこっちには落ちてへんかな、一応見るけどさ。その間にだんだんみんなどっか行っちゃう。その間にアンがどっかに。まあ。アンやし大丈夫だろう。残念、こっちには何も落ちていない。多分向こうらへんやろうな。こっちかとかじゃない？真ん中とかかもしれんな。見てみようか。一応見る？一応ね。誰を待ってるのかも気になるしね。ああ、もうもしかしたら軍のお偉いさんやったりするかもしれない。ああ、まさかの。ここには落としてへんと。最初こっち見ようか。あ、なんか落ちてる。
ID カードが落ちている。お CIA やって。いあの人 CIA。 へえ、コナンでよく聞く CIA や。さあ私のあれは終わっていいけど、こっちからおるんは上か、どっか行く言ってたしな。よっしゃ行きましょう。行きましょう。よしコンビニ行くぞ。さあ親が寝たから懐かしい。好きよあの曲あれはいい。はい、というわけで、チャプター何ぼとかわかりませんが終わりましたね。サスペンス2145、エロティック796、インモラル300。まあ、ゴミを漁ったらそれぐらいはなるってことでしょうかね。バリクソゴミというわけで、一旦止めたいと思います。